プロ野球選手が円滑にプレーをするには、所属している球団との信頼関係も重要なことですよね。ところが、信頼を寄せていた球団に思いがけず裏切られてしまった選手がいるのをご存知でしょうか。今回は球団に裏切られた4人の選手をご紹介していきたいと思います。内川聖一。日本球界を代表するアベレージヒッターの内川聖一、2000年のプロ野球ドラフト会議で横浜ベイスターズから1位指名を受けて入団しました。2008年から一塁のレギュラーに定着した内川は、日本人選手のセ・リーグ記録を更新する打率3割7分8厘を記録し、189安打のキャリアハイを記録。またこの年は自身初の首位打者に輝き、最多安打最高出塁率のタイトルも獲得しています。そんな内川は2010年シーズンオフに FA権の行使を表明し、ソフトバンクへ移籍しました。小学生の頃にファンクラブに入るほどホークスのファンで、念願のホークス入団を果たした内川。ソフトバンク移籍後も3割前後の高い打率とチャンスに強いバッティングで球団やファンの期待に応える活躍を見せます。ところが2017年は怪我の影響もあり、わずか73試合の出場にとどまりました。また規定打席到達とシーズン100安打も逃すなど、レギュラーに定着した2008年以降では最低の成績に終わってしまったのです。2018年には NPB 史上51人目の通算2000安打を達成しましたが、打率が2割4分2厘にとどまり、得点圏打率は1割台と低迷。内川はソフトバンクの黄金期を築く活躍を見せましたが、2020年は開幕前の大不振で2軍からスタートします。2軍では42試合の出場で打率3割2分7厘を残しながらも昇格できず、プロ入り後初めて1軍不出場に終わってしまいました。その後、内川は翌年の戦力構想から外れていると自ら判断し、現役続行を模索して球団へ退団の意向を申し入れ、ソフトバンクを退団。2軍で高い打率を残していたにもかかわらず、1軍昇格が叶わなかったベテラン内川。憧れの球団で自身をソフトバンクの生え抜きと発言するなど馴染んでいた彼にとって、2軍で球団に干され続けたことはかなりショックなことだったと言えるでしょう。鳥谷敬。2021年シーズン限りで現役を引退した鳥谷敬も球団に裏切られた選手の一人です。2003年ドラフト会議の自由獲得枠で阪神タイガースへ入団した鳥谷、広角に打球を打ち分ける巧みなバットコントロールと優れた選球眼の持ち主で、2011年には最高出塁率のタイトルを獲得しています。プロ2年目の2005年から2017年まで12年間全試合に出場した鳥谷は、2010年に打率3割1厘、19ホームラン、104打点のキャリアハイをマーク。その他にも NPB の1軍公式戦1939試合連続出場、13シーズン連続全試合出場、歴代最長のフルイニング出場記録667試合など数多くの記録保持者です。そんな鳥谷は阪神で2010年と2011年に選手会長、2012年から2016年まで主将を務めるなど、名実ともに球団を代表する選手にまで成長しました。ところが2018年に外国人選手や若手の台頭のほか、開幕当初から打撃が振るわなかったことでスタメン起用が減少するようになります。この年は最後まで出場機会に恵まれず、連続試合出場記録1939試合、シーズン全試合出場記録13シーズンという記録がいずれも NPB 歴代2位で途絶えてしまいました。2019年にはルーキーの木浪聖也にショートスタメンを奪われ、プロ16年目で初めて開幕戦をベンチで迎えることに。この年のオフには2020年の去就についての球団との会談で、翌年の戦力構想から外れていることが伝えられました。この宣告で球団は鳥谷に引退してくれないかと伝えたそうです。阪神一筋16年の鳥谷にとって、事実上の引退勧告はあまりにも冷たい宣告となったことは想像に難くありません。その後、鳥谷は現役続行の意思が強かったこともあり、移籍先を探すために2019年限りで阪神を退団。2020年からロッテに入団した彼は、見事2021年開幕戦でスタメン出場を果たしました。39歳9ヶ月で開幕スタメンはショートで史上最高齢となります。さらに通算1000得点を達成した2021年、彼はこのシーズン限りでの現役引退を発表し、現役生活に幕を下ろしました。サブロー。1994年のドラフトで千葉ロッテマリーンズから1位指名を受け入団したサブロー。タイトルこそ獲得していませんが、内角球もライト方向に流し打つ技巧を持ち味とし、守備にも定評のある選手です。
2009年には打率3割1分4厘、22ホームラン、68打点を記録し、自身のキャリアハイを更新。サブローはこの年のシーズンオフに海外 FA 権を取得しましたが、夢だったメジャーへの移籍を封印し、国内ならロッテでいいと思っていると残留を決めてロッテへの愛を見せます。ところが2011年のシーズン真っ只中にロッテは選手会長をしていたサブローをトレードで巨人に放出すると発表。この年のサブローは故障で登録抹消中でしたが、決して放出されるような成績ではありませんでした。球団はチームの変革としてチームの顔でもあったサブローの放出に踏み切ったということです。あえ抜きでチームに貢献し続けてきたサブローの放出に当然ファンは激怒。このトレードは大炎上することになりましたが、結局サブローは移籍先の巨人からわずか154日で FA 権を行使してロッテに戻ることになりました。無情に放出されながらも FA でロッテに戻ったサブローのロッテ愛には心打たれますね。杉内俊也。杉内といえば地元福岡のソフトバンクでエースとして活躍した左腕ですよね。2001年ドラフト会議で福岡ダイエーホークスに3位指名を受けた杉内。プロ入り後は順当にキャリアを積み、脱力したフォームから繰り出す最速150キロのストレートと多彩な変化球で数多くの三振が取れるピッチャーに成長します。2005年には18勝4敗、防御率 2.11、 218奪三振のキャリアハイを記録。さらに最多勝利1回、最優秀防御率1回、最多奪三振3回、最高勝率3回などホークスで数多くのタイトルを獲得しました。そんな杉内は2011年オフに国内 FA 権を行使して巨人へ移籍します。ところがこの FA には長年在籍した球団から裏切られた背景があったのです。杉内がソフトバンクを退団するに至った原因となった人物が東大出身で元ロッテの投手小林至る。球団の取締役だった小林至るは前年の契約更改で杉内に対して、あなたが FA 権を行使しても取りに行くところがありますかと発言したのです。この発言によって球団に不信感を抱いていた杉内、2011年オフになっても球団に対する不信感を拭うことができなかったため、この一件が移籍の大きな要因となったことを涙ながらに語りました。長年チームの先発を支えた杉内に対する裏切り行為とも取れる発言に、ソフトバンクの孫オーナーも責任者への厳罰を示唆する事態に。その後、不用意な発言で杉内投手にご迷惑をおかけした、誤解を生む発言をしてしまったと小林至は説明し、取締役を辞任。球団の功労者とも言える選手に対してどんな理由があってもこのような発言をすること自体が考えられませんね。プロ野球界には球団に裏切られたレジェンドが意外にいることがよく分かりましたね。球団は貢献してくれた選手に対して事情があっても誠意のある対応をする必要がありますが、実際にはひどい対応をしている現実があります。今後は不誠実な対応をして選手を裏切る球団がなくなることを祈るばかりですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。